おつです、おつです、おつです。おつにゃん牛タンいいな牛タン食べた。え、やだ、レナお弁当なんだが。ねえ、いいな、焼肉ずる、可愛かったって思う。ちょっと聞いてください、配信の時の制服のめ公演、私いません。さよなら解禁賞、さよなら解禁賞レッスン。レナチーやほーい、ニホミかわいい、知ってる、知ってるよ。神戸に帰ればもらいました、兵庫ね頑張ってくださいなんでなんですか、なんでなんですか。さようなら柿本、お猿柿本です。神戸の社名人、あ、ガチトーンなの、やさだねやめようかな、好きだねえ、もう出てるよね詳細、私がいないって詳細出てるよね、言っていいよね、危ない、焦る、普通にっていいやつだよね。いや肝心の時にいなくて無理なんだけど楽しかった、ありがとう、楽しかったね、よかった、あの席よかった、よかった、出てるよね、大丈夫だよね、焦るって普通に。いやドンマンやめてやばい、最善笑ったんだけど2時仕事、うん、なんこれ、うん、これ使いさん楽しかった、うん、膝はずり向きの怪我じゃないよ血出てる系じゃないよ、全然。初めて生かき見れた、え、ありがとう、モバメも撮ってくれてるんだよね、ありがとう。なんで初見なの、謎なんだけど、出直しかと思ったら初見だった主役の最高、おい、おい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 、言わファンじゃねえか、期待させといて。でも分かった、右膝ね、オスグッドでテーピング巻いてる。え、今日のオスグッド痛くなかったよ大丈夫だようふんうふん、いつもにありがとう、個別楽しみだった、うん、今までテーピングしてたん、メンバーも手紙挙手した人全員もらえると思って手挙げたのに、いや、なんで、お疲れ、ありがとう。柿さん振ったの、いや知ってるよ、振ったの、知ってる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 、ありがとうね、頑張ってくださいかっこよかったよ、髪の毛切ってたの落ち込まないで、そんなに。お手紙誰のファンだったんだろう、
誰のファン、誰のことをしてる人だったんだろう。反応的にレナのファンじゃなかった。目視大事。神々しい。知ってる？手紙欲しかったな、ありがとう。手紙書いたよ、ちゃんと。青いペンでちゃんと書きました。とりあえず制服の目、いやいや俺いないよ、俺いないよ。泣いた。笑っちゃったからってこと。いや書いてないよ手紙。爆笑が書いてた、やばい。当たると思った、惜しかったね、惜しかった。でも夢欲しい人生でした。レナのね引きがね悪かったね。今日書きファン多かった気がするんだけど、当てれなかったよ。泣いちゃった。髪の話していいじゃん別に。上を当てる確率ってなかなかいいね。ねメルカリチェックしないね、きっともらってくれる。ウケる。まあまたね、また書くことがきっとあるので、その時に目指してきてください。匂わせとくね、手紙っぽいなみたいな、次の公演レの手紙かなみたいな、匂わせとくわ、みんなが応募しやすいように。鬼した鬼したけど出るの遅かったら遅かったです。ちょっと多かった、普通かも、いつもいつもぐらい。見てこの前のお弁当です、今日よもぎのお餅が入ってるやつ。よもくやば、うんだろう、うん、うん、うん、やす？うん、神手だよ。多めというかもうほぼね、ほぼ神手しか出演しません、私ほぼほぼ。うまっ。いやそうなんだよ、みんなは手紙をさ書けるじゃん、自分の推しとかに書いて送れるけど、レアたちからの手紙さみんなはさもらいたいよね、けどもらえないじゃんこういう時じゃないと。書いてよ、レナが渡さなくても書いて、手紙。いやマジ神手しかいない。今日僕に話しかったけど、話したかったけど恥ずかしくて喋れなかった。いや思った、それなんか話してくれなかったね。てか見てた、レナの顔見た、まず誰にも書いたことないんだ、みんなあんまり手紙書かない、もしに。うん、生誕そういうこと。手紙の手書き方なんかいいんだよ、こやつ。うん、苦っ。エンドマメみたいないた、おいしい。神手やったからめちゃくちゃレス送ったんですけど、いやそれこっちのセリフ。手紙書いたことあります。んあ、みんな手紙あんま書かへんのや。
あ、一人に帰って何食べた、え、なんかエンドウ豆みたいな、鬼でした。え、アンテナで鬼だった、今日。え、待って、匿名で思い出した。え、あのね、今日プレゼントもらったんですけど、聞いてください、今日も匿名だったんですけど、今日も匿名で、でね、まあまあこれかわいい、これ何なんだろう、どこにつけるんだろう、ストラップかな、ストラップかわいい、ピーちゃん、じゃーん、じゃーん、また匿名なんだけどプレゼント匿名なんだけど、お手紙入ってないよね、入ってないんだけど、匿名ですよねこれってね、ありがとうございます、見てるかわかんないけど、いやマジ匿名やばくないマジ、え、またジーって音する、うそ、匿名で手紙書かないでよ、名前教えて、ゆうはとしたこれだけ久しぶりの見送る、あ、劇場がねってこと、劇場に入るのがってことか、キャランキャンもかない、してるよ、え、音鳴ってる、マジマジ匿名なんだけど、え、匿名なんだけど、匿名、いいね、普通匿名で送んないよねメールで写真送ったよ、え、みんなのね返信メールは多分ねメール送れないと思う、鳴ってる、あ、ごめんね、80分いったからか、どうですか、マシなった、え、たけのこご飯なんだけどさ、美味しいんだけど、たけのこご飯美味しい、匿名でプレゼント送る方がね不思議だよね、匿名って珍しくない、え、いや珍しいじゃん、え、やばいから、レナもうもう10連覇ぐらい匿名来てる本当だから、小さくなったん、うん、いやスタッフさんは知ってるけどさ、なんで、なんで匿名なんだろう、手紙入ってないよね、手紙入ってない、え、これエプロンだよね多分、まだ開けてないけど、エプロンありがとう、エプロンかわからないけど、気をこれ着てね、あのご飯配信するね、料理配信、うん、めっちゃおもろ、肉に乗せとく、オッケー、紹介ならない匿名で行こう、え、いいよ、来て来ていいよ、まだ券取ってない、来て、うん、ね、限りのニエプロンが来ました、これはね料理配信を望んでいる人だと思いますね、料理配信しますね、でも料理楽しみになる、エプロン注いだら可愛いし、なんかやば、え、なんかねちっちゃいキティちゃんも入ってて可愛い、うん、こんなあげる、あげないけど可愛いあ、メールの返信すら困るのに、おにぎり食べそびれた、料理配信見たい、え、マジ料理配信するね、本当に本当にするわ、今の配信めっちゃかけないこと好きって思われそう、え、好きなんじゃないの、逆に、え、逆に好きじゃない以外、好き以外何があるの、前見たことないえ、マジさ料理配信しようね、本当に最近ね、しゃべりすぎてやばい、キレナブ強くないからプレゼント悩む、うん、だから匿名なのかな、なんか例えばレナがエプロン欲しいって言って
あ、じゃあエプロンって思って送ってくれたなら、なんか名前書いて送ってくれるのかわかんないけど、いらない、エプロンいらないって思ったらどうしよう。いや、いるのかな、いや、いらないかなとか思ってるから、名前ないとかそういう系わかんないけど、風景かな。設定なんてね、ないから、設定なんてないからふんふんふん、早いね。送ったの昨日なんやけど、早いね。え、これ、これ送ってくれたの本人ですか、本当に。あ、オムライスね。オムライスしか料理配信してないんじゃない、レナ。今まで1回だけ、それの。え、送ってくれたの本当に。え、これクロミちゃん、これ本当に、本当マジ。なんで匿名なの。マーモ配信もしたわ、覚えてなかった、忘れてた。あ、うん、タケノコ死んだ一タケノコ死にました、最悪。なんでみんな匿名なんだろう。ラス、あの心境知りたいよね。全然いいんだけど、匿名でも。うん。それじゃね。え、待って。作ったね、初の料理配信がマグカップのあれだった。そうなんだよ、メールの返信ね、写真届かないの。だから匿名でいいと思ったのか。匿名だっけ、だよね。え、そうなんだ。え、ごめんね。え、本当に本当に本人、え、ありがとう、イエーイ。ね、分かった、匿名だったけど分かりました分かった。控えめに言ったタイプでしょ。じゃあまあ好きってことだよね。これが運転だから、バイバイキン、ありがとう。楽しかったね、神手だったから。気をつけて帰ってね。そう、カチカチのスポンジを焼いてしまって、内緒内緒最近レナの配信見てる人にはバレてないからエクスに乗せてこい。え、ごめんね、ありがとう。え、嬉しい、ありがとう。え、じゃあ料理配信待っててね これはどこにつけようか迷うな。メールの返信で画像が送られてると何かしら。送られた形跡はね、ないないです。なんかね、レナが気づいたのが、なんかかきれな、これ見てみたいな、この写真見てみたいな返信メールがあって、写真がなかったから、あ、なんか写真送ったんだろうなと思って、けどみんなから写真送れないんだって思って、そう初めて見る料理配信あれだったから衝撃があった料理配信しっかり使えない、ありがとう、ありがとう。たまにね、たまにしもってね、たまにね。え、レナ料理しなさそう、マジ6人分とか余裕で作るから、お味噌汁もちゃんと作るし そう写真ね送れないの。レナも分かんなくて、なんかみんなが普通に写真送ってこないだけかなと思って、でなんか
イリュージョンです。匿名のイカぐらい。うんうん。ね、マジ匿名多いんだよね。私に多い。いらっしゃーい。先生こんばんは。肉焼くのに必死。おい肉に負けてるレナ。こんばんは。ユイバチンできますよ私。 See you next illusion です。あれ今日レナのお手紙もらった人嬉しいのかな。なんかあ、みたいな感じだったんだよね。編集は読めるよ、文字はね、読める。写真はね、つけれないんだよね。写真がね。岡山駅今早っ。すぐ帰ったの。12期ユーバッチンするメンバー多い気がする。あ、本当に。俺はもしもらえたら嬉しいよな。手紙欲しかった。うん、確かに。メンバーからのお手紙嬉しい。嬉しいかな。レナでも推しじゃなくても嬉しいかな。予想してました。あ、本当に。言ってたもんね。書き面の手紙なんだもんって。なんか画像見せたかった。 X にあげるしかないよね。そうだね。ね、そうなんだよ。書き面の手紙をもらうなんて許せない。いやいやいや、俺の書き棚なんて思ってないでしょ。思ってないでしょ。僕のために肉を焼いてくれたなって。ウケる。ウケる。負けてんじゃん、レナ肉に。手紙当たったかと思ったのに。惜しかったね。みんな惜しいんだよね、なんか。みんな惜しいな。いつ書いたの？今日だよ。今日のリハーサル終わりに手紙書いた。そう。書きました。リハ終わりに書きました。ちゃんと書いたよ。エレナね、ちゃんとメモにね書いてたの。明日、昨日の夜にね、明日これ書こうってなんか考えてて、でメモに書いてたから。そう、え、直前だけど、そのなんていうの、考えては来てたから、まあそれを書いただけ。いや、面白系じゃないよ。だってさ、レナに全員レナのファンじゃないかもしれないじゃん。当たる人が。面白い系？わかんない。あ、でもちょっと最後は面白い系。わかんないけど。長め？一枚書きました。青いインクで書きましたよ、私は。青いインクで書かせていただきました。シレナから手紙もらえるの日、もらえる日は来るのか。さあ来るかな。どうだろう。お疲れ様でした。ありがとう。推しになるかもしれんや。あ、その手紙で結婚していいよ。今日手紙書いたから結婚してあげる。当たってないけど。よく一枚で収まったわ。でもね、結構ぎっしり書いた。なんかね、便箋じゃないな、あの紙が、あの一行目から、え、なんていうの、紙がなんかほぼ全部行のやつだから、だからです。お風呂ね、まだ入ってない。今から入る。楽しかった？みんな今日来てない人はね、あれだけど、配信見てた？みんな眠い。それの人ならいりますかって交渉するのにね。交渉しないで。まあね、でもね、あれだよね、楽しかったよ。間違った、あの楽園で2列になるときに間違えました。駐車場裏とかじゃないんだ。違うよ。
久しぶりにネームメリアタリ見た。あーそうだね、結構入ってくれてたもんね。手紙もうるさいんだろうって言われてた。はぁ、うるさくないんだけど誰珍しく映ってた。今日は割と映ってたか。うん、混ざった待って、コメント混ざってんのウケる珍しく映ってたと珍しくインキャビ、え、珍しくね、ピースね、やろうと思ったけどカットされちゃってた。やったんだよ、やってたの。今日は割と映ってたね。ありがとう、いつもなんか可愛い時に、あ、いや、ありがとうとか言っちゃダメなのかグレーゾーンだもんな。反省会ですね、それ。反省会でちゃんと言ったから、あれな、楽園の会話の時にミルツになるところワンテンポ遅れて後ろ下がっちゃいましたって言いましたから、間違っちゃったんだよねいつも前でやってる目の時もなんか間違えて笑ってなかった。え、だってなんかどこだっけそうだ、え、どこだっけ、一番最後だよね多分。こう移動する時だ、これで、これやってこうなんだけど、これやってこれやっちゃったんだよ一サビ終わりみたいな。でも混ざるんだよねあれ、やばい、無理。え、自首したちゃんといや自首とか言い方やめてよ本当にやめて。いい感じの小学生当たってたの。え、どこだろう、どこだろう、反省会ってどんな感じなんだろう。まあまあまあご想像にお任せあ、そこだよね、だよね、そうだね、間違っちゃった。お疲れ様、ありがとう。もらってる時は間違えてる時なの。いや、そんなことないけど全然そんなことないよ、全然そんなことないけど。自首しました、ちゃんと反省会わかりやすいミス、え、ビューティフルで、もうリハで間違えたのね。ニサミの土の中はこうなのなんだけど、一サビと同じことをやってしまって、うー、言っちゃったけど一瞬でうわーって直した。でもわかんない、ちょっと手で見よう12時になったら手で見ます。通所ポーズなんでもあり、提案してくれるの、おとなしくしとく。自首したら、じゃああれか、上手下手なんだろう。あー、そこをなんとかアナさんに聞くの忘れちゃった。え、待って、えー、もう今日喋ったのに忘れちゃったよ。え、そこはなんとかなかったよね今日。え、なんかなかったよね。え、もう今日さ手紙のことだったからさ余裕なくて聞く、でも言ってなかった気がする。言ってないよね、今何も来てないよ。これで遊んでた、テーブルにこうやってやって、こうやってやってる巨人消すね、見とくわ、じゃあ配信終わったらね。ありがとう、違えてかけねのボールに釣っちゃいました。本当に成長、成長だね。かけねのが一番可愛いよ、もなかった、あった、それはあったけど今日少なかったみんな言ってよ、スコーなんとか言ってないよね言ってないよね初めて限りの劇場で見た感想はぼちぼちやったシーンだノコギリ使ってないよん、上手の方です話でも怒りませんでしたって話。あーね、上手だったらね、下手だったらってことか、だからってことか、緊張してるから無視やん。え、そうなんだよね、キー切ってる音言わないことの前に言わなくていいんじゃないかなまあね少ない、ああ、関根の可愛かった、可愛いよが少なかったんですけど、今日みんな言った？今日劇場入った人言いましたか？言ってないですよね、反省してください返してんじゃん、あそこで言うの無理いや、それなだから笑っちゃうんだよね、いつもなんか手紙のことの前にああいうそれ言うんだみたいな。みんなで反省会して、あ、お疲れ、ありがとう。そもそもそろそろ神手ね、
ごめんね、マジ。締めてね、ほんと行かないんだよね。ほんと行かないんだよね。え、だから、なんか歌割りとか、神手の時の歌割りとかは、ちゃんと、みんなの方見てるんで、下手も上手も真ん中も全部見るようにしてるんだけど、まあでも立ち位置的に上手が多かったらさ、まあ、サビとかは見えないわけじゃん。下手の人、手紙ありがとう。いつかレナのお手紙受け取ってね。レナちゃんコーラいっぱいしてくれたのありがとう。いやさ、かぎるの可愛い少なかった気がするんだけど、どうですかね。いやそうなんだよね。ね、うんだよね。あ、ビューティフルはね、確かに確かに。キュノってたまって死んだ。キレのあまり見れなかった。なんでだろう。なんで。え、でも、あー、でも下手側か、あれ。どちらかといえばね。ビューティフルと仲間なんて思って。あ、そうだね。なんかリアルだった。え、何が？キレンかわいい知ってるよ。最近は声の愛の花見らないの。やってたね、3月ね。かわいいかキレナをご覧ください。んーでは、ヘアちゃんコール全然聞こえないね。言わないで。ねえねえねえ、みんなさ、言ってない。声出して、声出してください。みんなも参戦、反省会。眠ー。今日もめっちゃたくさん動きました。書き消されてるのおもろいね。これ懐かしい。楽しかったね、ありがとう。さあ持ってくれてありがとうね。生書きはめっちゃ可愛かったよ。まあぼちぼちなので。どこに出していこうぜだよ。寝たよ、ちゃんと寝たよ、ちゃんと寝てます。何時間寝たの？え、7時間は寝てる。6時間は寝てる。ヤナちゃんこれ聞こえてた？ありがとう、ありがとう、ありがとう。これがまた喉終わりました。えー、やっさーやっさーやっさー、劇場来て。手紙？まめ届いた？ね、X 更新された？久々に、なんかあれな、あんまり X 更新してないなと思って。だから更新しました。ちゃんと。7時間？え、わかんないけど。それだけ言いたかった。え、そう、隣にね、嫌だったんだよね。ふふ。ごめん、ごめん、ありがとう。楽しかった？ね。今日のマーテール、え、今日のマーテール失敗したんだけど。失敗した、マーテール失敗した、マーテール失敗した。え、待って、失敗したんだけど。え、思った、みんな。え、失敗した。一応ね、見てない人、定点じゃないわ、また DMM で見てみて。失敗した。どこだっけ？次の夏ぐらいまでだよね、私って。水面を待っているでね、次の夏来るまで。失敗したよ。チェックしてアーカイブ見て。ちょっと下手だった。今日下手でした。次の夏来るまで下手でした。水面を待っている下手でした。おつ、頑張ってください。ありがとう。一番最初に黙ってる、笑っちゃいそうになって。え、それは一番最初に黙ってる、やばいよね、あれ。え、いつも使わなかった？本当に？あ、いつも通りだった。え、よかった。え、本当？本当に？え、ねえ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 、今日なんかさ、みんな言うことないの？レナの髪の毛とか見て、まあ、ここは関係ないんだけど。え、今日さ、なんか作ってもらったの、中にこれ作ってもらったんだけど。いつもじゃない？失敗したの気づかなかった？本当に？
いいじゃんって思ってくれた。あ、本当よかったみちゃん。いつも回っているの前だよ。そうそうそう、歌割りが。歌い終わり振り返ってみよう。今言おうとしてた。え、絶対嘘じゃん。じゃあ言ってみな、言ってみな、言ってみな、言って言って。じゃあ今日のレナの何が違うか。今日のレナの何が違うか。そんなわざわざ言わなくても気づいてる。じゃあ言ってみ、言ってみて。髪型違うね、髪型変わってる。いつも見かけ、いやいやいや、髪型のどこが変わったんですか、言ってください。意外とね、見えてよかった、楽しかったですかね。前髪切ったよね、でもまだ長い気がする。え、違います、切ってません。切ってません。いくら焼いてる場合じゃないよ。少し切ってません、少し切ってません。髪型なんか違う、毛量少なく、いや違います。あ、そう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 、前髪を今日はとわり前髪なんです。シャンプーか、言うの恥ずかしい。知ってる人じゃん、シャンプー変えたとか分かんないでしょ。増えてない、前髪ボムにしようと思った、気持ち。髪型に対する気持ちなの。今日ここ分けてない、ここいつも分けてるけど今日分けてない。なんで気づかないの、好きじゃないの。見てました。おつー、言ってよ、みんなさ、なんかお見送りの時名前とか言ってよね、振ってくれてるのは分かるんだけど、なんで前髪切ってない。いや前髪切ろうと思ったんだけど、昨日切ろうと思ったのがもう夜中の2時とか3時で、いやだるいなと思って切らなかった。もういいわと思って、だからちょっと長いよね。いや呼ぼうかなと思って、たまり最高。いや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 、いつも8か10のどっちか。いやいや、いつも8だから、8だからめんどくさくないから。分かってないでしょ。またねー。あー、なんだ、クボミンだと気づいてた。おい、なんで鍵元なら気づかないんだ。え、お見送りって名乗らないの普通。え、名乗るんだと思ってた。ヤンキン検定10級引く引く。知らずに言ったので触れず。え、待って、なんで鍵さんのサイリウムまず知らないの。いや嘘でしょ、知らないの、やばいよそれ。まあ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 、知らなくてもね、いいよ別に、好きだったらいいよ。うん、そこ帰ってくれ。ね、プリズンか、いつもより可愛いで会ってたじゃん。いや、なんでなんで、じゃあ8割の時はさ、今より可愛くないってこと？前髪8割にしてる時はいつもより可愛くないってこと？そういうことだよね、その言い方。X の写真、え、そうだよ、とわり前髪だよ、とわり前髪です、 X の写真。トゲのカールを全部しまってる。どういうこと？これ？いやいやいや、これありますから。これ横、あれあるし、横、ここあるし。俺もヒレの情報、顔と名前しか知らない。もう顔と名前知ってても好きだったらいいんじゃない？私は名乗れません。え、でもなんか分かった気がする。みんな言ってたよ。なんかね。こんな感じで、今日は10なのね、となってたぞ。本当に？絶対嘘なんだけど。それで本当だったらウケる。あ、充電開始したの分かった？ね。全然水ですよね。違うんですけど。浮気ですか？とわり前髪って何？え、とわり前髪。よく言ってたんでって。そう、ある、一応あるよ。でもね、ちょ、なんか固めすぎてさ。え、やばくない？ちょ、見てほしい。え、待って、今日少年なんだけど、ごめんね、半袖で少年でごめんね。見て、買った、これで攻撃できそう。ほんまやった、ほんまやった、朝5時組だよね。抜き出しすぎる、ゲーム好きだよ。うわー、なんだそれ。
うまいよね。同じチャンスやめろ。アホ毛じゃないんですけど、これ予防毛です。でもね、なんかあのこうもうちょっとこんな感じだったんだよね。こういうなんか丸かったの、こうこうやって。だけどケープしたらもうケープつきすぎちゃって、こうやってつけるんだけど、つけすぎてなんかブサイクになっちゃいました。向こうの目がお客さん半袖結構いたね。思った、いたいたいた、半袖いた。みんな少年だった、レナみたいに半袖で。え、雑音すごい。嘘、本当に今日の時なんか美人よくないよ。え、変わんないんだけど、見る目あるね普通になんか可愛いの今日は駅に。え、可愛くないよ、可愛くないよ今日。今日可愛くない日、今日メイクしながら。 MC でも言ったけど、自己紹介でも言ったけど、チーム好きだから、好きって言っとけばね、どうにかなると思ってるでしょ。スコアチーム最高評価シェアしてるよ。ね、何するんだろう。シレナたちもまだね、あんまりね、情報がね、来てない。可愛くな、ちっちゃいおちゃん、ちっちゃいおちゃんが可愛いですね。あんた素敵です、知ってるよ知ってるよ。いやー、平均には会社あるなと思ってました。絶対嘘じゃん、絶対嘘でしょ。それは今日一枚平均見えたよ、絶対嘘じゃん可愛かったよ、あんま見えてない、嘘じゃんやばいね、キュンキュンしてる、いい次、嘘じゃん柿本玲奈さん、え、誰、柿本のもっと元気の元ですチェリー受けるんだけど、なんかもうバレバレね。今までより可愛かった。冷やし中華にマヨネーズかけるの、かけない。え、かけたことあるよ、かけたことある。コンビニで冷やし中華買った時にマヨネーズがついて、なんかお花がかけた、かけるのこれって花さんに聞いたら、花がかけるって言うからかけてみたら美味しかったー公園だからちゃんとメイクしてとか。え、メイクいつも変わんないよ、マスカラしたぐらい。マスカラしてもあんま分かんないんだよね。出た、元気なおり。なんか痩せて、痩せてない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 、本当に痩せてない。逆に太ったレベルてか体重計乗ってないわ。アイドルみたいで可愛かった。あ、一応アイドルなんですけどメイクね一緒だよ。メイク違うように見える、違うように見える本当に美味しかったのが怪しい美味しかったよ、美味しかったよ。たこ焼きはマヨネーズかける、なんだっけ、海苔もかけるし、かつお節もかけるよね。マスカラも今言おうと思ってたけど、嘘じゃんみんなさ、なんか気づかなくない？みんな気づいた方がいいよ。推しのあれはとか言ったら、かきねのことは推しじゃないから気づけなかっただけだよとかみんな言ってくるからね。そう、え、お腹出てなかった。え、なんか、え、なんかあのね、なんか最近衣装は変わって、ジェラシーの衣装は変わってなくて、一回変わったんだけど変わってなくて、もう青じゃん、レナジェラシーとか仲間のちょっとダウトの衣装で、あの最近っていうかなんか 2,3 回前の公演ぐらいから、あのスカートがすごくじゃないけど、スカートがきつくなってて、まあ、ちょうど、まあ、ちょっとあの前が少し緩かったから、だからなんていうの、ジャンプとかしたらあのスカート動くなみたいな。でもまあまあまあそれはまああれじゃん、別に脱げないから大丈夫って思ってたんだけど、なんか強く縛られててえ、青似合うの、え、ピンクがいいわかんない、え、なんでかわかんない、まあ、多分あのなんか石尾さんもね、その定点とか見て、え、そうそうそう、なんかね、多分定点見てるかわかんないけど、でスカートがきつくなってて、あ、太った、いや逆に太ってきつくなってない、スカートじゃなくてレナが太ったのかな、で急にね、急に 2,3 回前ぐらいから
まあだから動かないんだけど、だからスカートにあのお腹のお肉乗ってないかなとか心配してるんだけど、大丈夫？大丈夫そう？お肉乗ってるよね絶対。スカートきつくなることあんまない？ウギネが取るわけがな、わけないがな。死んだないがな。太れないじゃん。そうやって言ってくれた方がね、太っちゃう、太れないってなるんだけどね。次回の救援理由、衣装入らなくてってしとこう。じゃあメッセージ見れなかったからごめんね。早かったよね朝、ごめんね。え、気にならない？本当に大丈夫かな。なんかあれにジェロシーのあの衣装に着替えてから、なんかあのずっと毎回着替えて、毎回なんか、え、お腹出てるんだけど、いやもうお腹出てるってってずっと裏で言ってる。あれを着て鏡とか見て、もうお腹出てるってみたいな、お腹出てるみたいな、ずっとね言ってる。だからなんか大丈夫かなと思って、お腹はみれなんじゃないかなって。休憩ジェロシーちょっと疲れてるなって思った。えん、マジマジ。なんだか嫌いでも好きだよ。怪しいって言い方、これも可愛い、可愛くないよね。はみ出てない、大丈夫？お腹のお肉はみ出てないですか？大変そうに見える。ダンス重力感じない。え、どういうこと？ダンスに重力が、え、どういうことなの？お腹入れ出してたら押すのやめます。オッケー。あ、じゃあ押してくれる？じゃあ次の公演入って、お腹はみ出なじゃなかったらそうするわ。繋いでるってなったらもう痩せないとやばいよね。衣装がね、まあ、今もやばいけど。 G って言ってる？本当に？私も重力感じないよ、めっちゃわかる。え、どういうこと？え、重力感じないってどういうこと？私のダンスがですか？どういうことだろう。全成績が増えるなら嬉しいよ。待って、怖っ。怖い言い方なんか。え、そんな音鳴ってる？嘘でしょ。本当に？お顔見てるから気づかない。うわー、優しいね、優しい。ジャンプがふわっとしてるよね。どういうこと？もうちょっとあれ、褒めてくれてんの？もうちょっとなんか力入れてダンスしろよみたいな感じかと思った、遠回しに。電波悪くて泣き。半目で止まるじゃん。めっちゃ鳴ってる。嘘。え、怖っ。あんま聞こえないんです。充電抜いとくわ、じゃあ。あ、褒めてる方なの？なんかダンスに力入ってないねみたいな言い方かと思った。褒めてくれてんだ。いや、どういうこと？重力って消えた。え、やっぱ充電が悪いんだね。力入れるのは似合わないかもしらんね。ほんと？え、そんなになんかふわふわしてる踊り、マジで？ほんとに収まった？アイドルが見えたからよかったね。見えてたね。第6巻いいなーって見てた。あ、ほんと？第6巻よかった。第6巻になったらサイリウムが増えるんですけど、この現象に名前を付けたい。なんだこの現象は。なんですか現象は。狼やってません。重圧感はカイン。え、ダメなんじゃないそれ、ね、見えてたね。いや、間になんかひょひょって。あ、今メール来た。え、嘘？マジだよね。40分前に来てるよね。結構前に送ったもん。ね、ユニットだけ違う振るのあるあるだよね。セリア上がった時って高さ感じる？いや、案外ね感じないんだよね。なんか上がってるなとかも最初分かんなかったし。そう、私2番目の女なんですよ。そうなんですよ。はい。あ、第6の女でした。こっそり増えます。ヒラを覚えてユニットで。いける。
欲しいね、一応書きたいフットフック現象。はぁ、はぁ、やめろ、そんな現象の名前やめてくれ。案外見えるよ、見える、全然顔とかまで、全然後列まで見える。なんかレナも見えないと思ってた、正直後ろの方とか見えないよねみたいな。これ花絶対ペンライト、あ、確かにね、ズッキーさんに似てるって一回だけ言われたことある、ショールームで、しかも公演終わり。似てないんだけど何にも。いける。順位に入れてください私を。フルフルサード見る曲、確かに一回だけ言われた、誰かわかんないけど、同じ人だったらおもろい、同じ人だったら一回っていう。え、後ろでも全然見えてる、意外に知らないから、なんかね、現実触れない、楽しだからね、楽しだもんね。楽しだからね。ズッキーニって何。違うんですけど、180度違う、いやそれな。違うね、180度、違います、違います。女の子とか似てると、おいおい。最後なんですが、気づいてない、気づいてないかと思ってた。え、全然そんなことないよ、気づいてたよ。え、最初の頭4曲で気づいた。レナちゃん現在とてもいい位置につけてますよ。レナちゃん現在とてもいい位置につけてます。なんかありがとうございます。レナがいないときに公園入ろう。いや、レナがね、いなかったら応募しないでしょ、まず。やめてね、そういうの、そういうのやめてね。フォローしてない、してないんすけど。あ、本当に、え、そうなの、え、そうなんだ、本当に、え、そうだったんだ。画像と今横に比べてみてね、ふざけんなって。マジでそういうのやめて、マジで。そういうのやめてください。そういうのやめてもらっていいね。21年のため応募したいじゃんね。念のため、あーでも一回ちょっと念のためあったもんな、で振ってくれたからね。風味あるけど風味ないわ、京都にいなくても好きだよ。それもレナのこと好きちゃうやん。マジでさ、本当にやばい、焦った、痛い、やばい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 、ニュージー投げよう。ねえ、レナいないよ、レナいないけどいいの、レナいないけどいいの、レナいないけどいいの、いいの。皆勤賞となりました。私痛い痛い痛い、焦ってる焦ってる、痛い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 、待って待って、やばい、痛い痛い痛い、いろんなとこやばい。やばい、痛い。痛い。偉い、普通に偉い。え、そう、アートオブでね。合ってるから。痛いんだけど。痛いね、ずっとモコモコ音がして足が入ってきます。すみません、私いろいろなんか机にあるもの痛い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 触っちゃうんですよね。お隣の邪魔、ちょっと待って、痛いんだけど本当に、死ぬ、痛い、待って、治んない。痛い、痛いです、治りません。すごい投げたいんよな。投げていいよ。ね、ちょ、頑張って出るね、 S。 申し込んでから旅行だったことを思い出した、やばやばやば
水分取ってる気がするんだけど、思ったより取れてないのかな。痛いよ、やばい、足首。深夜公演って何時？待って、タイムテーブル見てないまだ、あんまり。投げていいのか、レナが出た時に。レナが出た時にね。あんな出た応募します、ありがとう、頑張りますね。はい、頑張るとかもあれじゃないけど。昼に会いたかったな。あ、あれ深夜の2時、本当に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 真夜中、え、28時間ってどう28時間なんだろう。真夜中も朝の5時とか、あ、間違った、夜中の1時とか2時とか3時とか4時とかも。このレナが出た時だよ。中古の際振るかもだけど、いい、よくないよ、よくないよ。いいの12期一番乗り目指せよ。え、でもいいはアンダーのテストに受かっても人数があれだからね、出れないというか、出るね、枠がないみたいなね。吹きさえ振るな、え、幕開けた瞬間サイリウム変えるってこと。じゃあレナ分からんやん。分からんやん。帰れる人だけ応募してください。あー、だから電車がない時間だからってこと。え、そうなんだ、嘘でしょ、そういう感じなんだ。うんうん、クラさん何本だ、4本持てばいいじゃん、5本。制服のメコンやってるのか、過去から来た人。過去もだってね、やってたから。下見、あ、レナが出た時ってこと、受かったっていうかと思って焦ったじゃん。受かっても言わないよ、テストあっても言わないし。ごめん、3本。5本か、だから。うん、泊まり遠征だから帰れます。あー、だから公園で朝までいようかな。え、どっちの公園、劇場公園か、そこら辺の公園か。言いません、言わない、言わないよ。行った、足つった、痛い、ストレッチしよう。仕事で離れるときは重要。あ、そう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 、だからそういうときだけって感じ。勝手に100キロ走っていいですか、どうぞ。走っていいよ。あ、ハートサイじゃないんだ。え、そうなの、3本だったらちょっと持ちにくそうだもんね。姫さえ触れない、いっぱい持ってばいいじゃんね。疲れ、ありがとう。テスト受けてるもん、さあ受かったらニコニコやで、さあ。さあ。テスト受けるどうし、3人全員集合だから推し活ではかどるんだが、いいじゃん。うん、なんかそれ以外出てほしいかな、まあ、結局はさ、どの公演もさ出ることになるわけじゃないですか、だからね。だからね、まあ、誰か生徒先生に言わせなきゃな。姫のテストには合格してます。本当に？え、そうなの？テスト決めて、何テストの決めて。そうなんですよ、ココミン初アンダー、かわいい、好き。好き、好きなんだけど、一旦足つる、めっちゃ。どういう投げるか、エンジョンデイでも出てきたら投げるで。えー、ありがとう。じゃあ再戦で見てきます。おー、やば、マジマジ最高じゃん。ワイも好き、いや取らないで、いや俺も好き、いや取らないで。伊坂先生、おつみじゅうでいいかか、おもろいな。でしょ、ダンス、いやでもダンス経験あるから、もう半年、
もう半年あるからダンス経験なしじゃないからコメント欄が面白いからです。あ、じゃあレナじゃないじゃん。コメントしてるみんなのおかげでレナのテストに受かったんだ。すごい。じゃあ俺も好きアンダーデビュー隠し通せたら褒めてあげよう。え、待って、本当に本当に褒めてほしいから隠そう。いや、なんか隠さないやつみたいになってるけど隠す。うん、おつにじって言ってくれる、好きでな。おつにじ言うね言うわ。え、マジ隠そう。じゃあもしアンダーに出ることになったら、いつになるかわからないですが、言わない、さすがにね、さすがに言わないけど、みんな、あ、でもさ、逆にあれじゃない、別にレナ言わないじゃん。レナが言わなくて、なんかみんなが気づくかどうかだよね。え、アンダー出るのじゃなくて、あ、まあそろそろだとは思ってたよみたいななったら、なんか最近限りのテンション高いしみたいなこと、レナのことをよく見てたら気づくかもね。いつでも行けるよ待機。いや本当にさ、マジみんなには本当に申し訳ないことしてるなって思うんだよね。決まった、その日の配信の一言目に言いそう。でも決まったら言えるもんね。今日初めて。知らん、バレてる。知らんしてんのバレた、やば、ウケる。急に配信時間短くなったり、あー、そういうこと。ねって感じだよね。決まる前だよ、みんながさ、レナがまだ詳細が出てない頃にそろそろかなってみんなが気づいたら、みんなレナのことよく見てるってことじゃん。でも何も気づかなかったらすぐに言いそうけど、いや言わないよ言わないよ、さすがにね。そろそろかなもう今から探り入れてくる。いや、もうポロリは言いません。もう心に誓いました、私は。本当にさ、なんかね、まあでもグループに迷惑をかけてない、いや分かんないけど何日受け予定空けといて、あ、匂わせてたらってこと。あ、でもそういうことか、そうだよね、確かにね、匂わせか、匂わせしちゃうよね、レナ絶対しちゃうよね、匂わせしちゃうよね、絶対レナしちゃうと思うわ、確かに。匂わせーって感じだよね。今黙ってたら、あ、そういうこと。一人前だね。S の文字入ったクキル。作業めっちゃ多いメールとかね。匂わせ気づかないでこう。いや、匂わせはしないから、もうしない。だって匂わせたらその先まで言っちゃうんだもん。だから言わないようにしますね。何日いいことあるとか言いそう。え、じゃあさ、みんなさ、今日のレノの手紙ね、気づいてた。どう？レノの手紙気づいてた？今日限りの手紙なんだろうなみたいな思ってた人いる？歯止めが効かなくてさ、いや歯止め、なんで？いいことやめて。メールと DM に作成して、あ、え、なんで気づいてたの？え、なんで？エレナ言ってないよね、手紙って言ってないよ。ほら、絶対嘘じゃん、みんなそんな気がしてただけでしょ。今日決まったんじゃないの？あ、順番、そういうこと。あー、そっか。え、五十音順なの手紙。え、そうなの、やばい。もらったキティちゃん飛んでっちゃった。え、マ
ジ、あ、予想してたんだ。そうなんだ。やば、ごめんね。え、これどこにね、やろうかな。すぐ回すから。でも回さない、もうこうやってやっとく。どこにしよう。回しません、もう。怒られた。かわえ、手紙さ、上手に言えてた？本当に大丈夫だった？大丈夫？先の手紙メルカリで買いたい。あやひゃって言ってた？ごまかしてた？出てこなくてよかった。あ、じゃ鬼は分かんなかったよね。鬼、あのアンテナの鬼はなんだよね、分かんなかったでしょ、さすがに。ういー、かきりだ、鬼なんだーってなったなったでしょ、さすがに。さすがになったよね。え、手紙一番可愛かった。え、マジ大丈夫かなと思って。え、それ分かんなかったでしょ。この勝負レナの勝ちということで、はい。アンテナにはね、さすがにね、知らないよね、気づいてないよね。だって、え、タイミング遅かった。それも反省会で言った。ちょっと遅かったですって感じだったね。でしょ、さすがに気づかなかったでしょ、鬼は。まあまあ、これはね、まあ、大人目なんだから、大人ってさ、なんか匂わせとかしないじゃん。そういう感じ、そういう感じ。何日前に決まったかによる。え、結構前だよ、結構前。どんぐらい前だろう。手紙字上手に書いといた。え、わかんない、手紙ね、ちょっと下手だったけど、まあ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 。アンテナの時飯食ってた、多い。そのうまく匂わせるんだ。鬼とかランダムです。ランダムっていうか、決められてみたいな感じって感じでした。解読できるのか。いや、ちゃんと普通に書いたから。どんなこと書いたっけね、言いませんけど、まあ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 。欲しくなるでしょ、俺の手紙。意地悪。欲しくなるでしょ、欲しくなるでしょ。え、欲しくないレナからの手紙。どう、みんな。欲しい？手紙欲しい？レナからの手紙欲しい？そうなんだよね。みんなはね、書けるじゃん、思ったことね。なるけど、こちら側はね、絶対当たんない。知り合いの数普通に入ったからワンチャンもらえたね。残念。え、そうなったんだ、残念だね。欲しいけどちょっと怖い。なんで、怖くないんだけど。怖くないよ、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 怖くないよ。うん、欲しい、欲しいでしょ。ちょっと待って、手紙何文字書いた？え、そんなに何文字？え、わかんない。え、でも結構書いたよ。え、わかんない。欲しくない、震え声。欲しいでしょ。生誕くじ手紙待ってます。生誕くじってどんなのがあるの？だいたい何個な、何、 A 賞 B 賞とかあるよね。個人宛てのお手紙、そうだよね。あ、でも生誕なら個人なのか。
そういうこと？わかんないけど。くるくるしないで。夏？あ、夏旅行ですか。夏海だっけ。行くの？海？うん、うん、なんか測ってる風なの伝わった。え、待って、本当に？え、伝わってたの？ワンエイトなんだよねあれ。ウケる、言っちゃうの。ワンエイトとか言って、え、そうなんだ。青で書いたよ、青で書いた。 D 賞でいいよ、それ絶対さ当たりやすいからじゃん。個人、あ、そうなんだ、やっぱ個人なんだ。え、そうなんだ、そうなんだ。え、何する？え、ちょ、考えようよ。じゃあ一旦さ、生誕くじ考えよう。え、自分で決めれるんだよねあれ。 A から何まであるの？ A から何まであるの？みんな何がいいの？え、9月とかすぐだから。え、すぐ来るから。生誕くじ半数関連欲しい。え、どういうこと？半数で。なんだろう、くじ何があるの？ A 賞とか ABCD ぐらいまで、D ぐらい、 D とか。アマゾンギフト死んだレナ、レナからってこと。キリナからのお手紙。え、でも A でかキリナからのお手紙なの？ A、 なんで A なの？ B とか C ぐらいでも欲しい、よくない？ボイス入りなんじゃ、何それ。いや、自撮り画像こって、え、何それ、わかんない、どういう感じ。おはようボイスくる、おはようでいいじゃん。おはようでいいじゃん。残念賞が笑えるふり、いいね、それいいね。ちょ、みんなに見せてほしい、見せたいから、それいいね。え、わかんないけど、かきれなお休み見える。やって、え、おい、まだ遅れるよね、お休み見える。よし、一旦終わるわ。23で、あー、前で、23前で。 B で押しか手紙もらったこと、え、ほんとに A 賞に手紙する、あー、そうなんだ。 B で動画でいいじゃん、動画、あー、個人動画。 A に個人の手紙、 B に個人の動画的な感じ。アクスタ、え、なにそれ、アクスタとか持ってないもん。自分のアクスタでしょ。あ、作ってもらえるのかな、地域とか、わかんない。お花でーす。昨日事件ね、行かないで。F 賞は犬と猫の写真とか、そんなの絶対いらないでしょ。 F まであるの？ ABCDE、 ABC、 え、 D とかまでかと思って。 ABCDEF6 段階もあるんだ。もしかしてお休みメールくれるん？いや、あげないよ、あげないよ、全然あげないよ、全然あげないけど、全然あげないよ。全部欲しくなっちゃうくじにしよう、生誕くじ。何もらっても嬉しいって思えるような、何引いても作ってもらえるんだねえ。絡んだ、こんなんなってた、知恵の輪的な感じになっちゃった。出て直したらいいの。ステッカーいらない、ステッカー、あー、かきれなステッカー的な。ステッカーいらないの？そうなんだ。あ、ステッカーだったらあれ、え、チェキとかの方がいい。おやすみメール、おやすみメール送らないよ。ねえ、もううるさい、そっと。ねえ、やばい、ちょっとずっと喋っとこう。A 賞ブー太郎、え、やだよ、ブー太郎あげないよ。いらないの、いらん。アクスタ欲しいの。一人で考えられないんだよね、そういうの。レナって、一人で考えられないの。なんか何にしようみたいなのとかできないんだよね。チェキは C とか、あー、なんか前にあったよね、12期の9時にあった気はするよ。チェキ全部考えてあげる、怖い怖い。みんなに聞いた方がさ、みんなが欲しいものの方が分かっていいじゃん。あ、治った、知恵の輪治りました、治った。キレナチェキ嬉しい、本当に
あ、でも、あ、そうだ、チェキあれだ、特典会か、あれもチェキあったね。クスだったら口しやすい、全部自分で考えてる、推しなんちゃらなんちゃらみたいなのもあるね。ふーたらのチェキとかいらないでしょ、絶対。新種は名札でいいやん。あー、確かに。あー、書くってこと、レナが当たった人。あ、そういうことか。不気味なボイス入り目覚まし、いらないでしょ絶対。ボイス入り目覚ましじゃなくても朝の5時に私はみんなのことを起こすので、はいはいって感じです。え、マジどこにつけよっかな。かわーかわー。あ、名札やってる人結構いるんだ。目覚ましいいかも。うるさい目覚まし。ヤンニャンとかココハは9時やってないんだっけ。なんかね、間に合わんかったらしい、多分多分ね、なんか間に合わんみたいなことを言ってた気がする。ちらっと言ってた気がします。マーテイルボイスいらないでしょ。聞けるじゃん、だってヤンニャンハナの萌え動画、萌え動画。こんばんみー。え、待って、え、45分に終わるね。45分か50分に終わろう。45分か50分に終わるね。終わります。45分か50分に終わります。やっと書いたペナントが欲しい。何それ。じゃあ、え、ダメだよ、しちゃしちゃダメだよ、しちゃダメだよ、しちゃダメだよ。ふちゃちゃん普段着れそうなデザインがいいな。あー、生誕ティーとかか。え、なんかある、なんかないの、画像とか。わかんない、でもそれ絵とか下手だしさ、なんかこういう案とか出すの下手な、できないんだよね。なんかある、普段使いね、ピンクとかにしよう、蛍光のピンクの蛍光のピンクにしよう、生誕ティー。蛍光のピンク、うん。俺今から、私もお疲れありがとう。終わると言って、終わらないでください。いや、終わるよ。終わるよ。昨日、もめ来なかったでしょ。昨日、私メール来てないでしょ。来てないんですよね。生誕ティーこそブーちゃん。あ、確かに。あ、あり、ブーちゃんいいね。柿の絵、あ、ありだね。うわ。絵は他の人に描いてもらうの。あー、絵上手い人とかってことか。45分、はい、45分です。今日朝メールも来なかったしね、え、送ってないよね。普段着れない、本当に。普段着ていいよ。いやいや、寝る時ぐらい着れるでしょ。でもパジャマにされてんのもなんか嫌だけどね。嫌な日に聞いたことが。え、待って、朝メール送ってないっけ今日。あれ送ってないっけ。ちょ、みんなのさ、なんか紛らわしいコメントに自分が騙されている、今覚えてない。そして送りましたよね、私。ねえ、まだまだ待ってんの。え、待って、送ってない、本当に。え、ガチな方で来てないの。待って待って、どっちどっちどっち。え、来てないの。え、ちょっと待って、本当に。いやいや、送ってるし。え、嘘。え、マジの方で来てないの。え、いや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 、送ったって、送った、ガチ送った。え、マジ送った。え、ガチ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 。え、ガチだよ。え、ガチ来てないの。え、本当に。え、振りとかじゃなくて。え、メール送れなかったら、あの、LINE で言われる。え、今日2通だよね、じゃあメール。1通？え？え、マジ？え、なんで送れてないんだろう。本当に？うっそん。ミスだよね。え、レナ3通目だと思ってた、さっきのやつが。え、本当に。本当に言ってる。
後で確認しとくね。ごめんね。え、送ったと思ってた。送ったっていうか、ごめん。確認すればよかった。え、ごめん。本当に確認してなかったわ。え、ちょ、今から送るわ、じゃあ。あの、送信、いや、送信済みあると思うんだけど。送れてないのかな。え、来ないと思ってた、ひどくないねえ。あ、メール見よう、ばば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 。え、ちょ、じゃあ、あの、お休みメールと、今日の朝のメールを、もし残ってたら、それ送るわ。これ送ろうとしてたんだよって。ちゃんと書いたから。ちゃんと書いたから。本当だからね。え、マジ？そうなんだ。明日の朝に撮っといてもいいよ。そうしようかな。え、待って待って、本当に？明日の朝はちゃんとね、送るわ。お風呂入ろう、普通に。まず送ったと思ってた。マジ？え、なんか普通にみんながさ、送ってないって言う、の方かと思ってた。そうなんだ。またな、怪しい。明日の朝でもいいよ。とりあえず見てみるわ。なんか、残ってるかどうか。履歴が。履歴が残ってるかどうか。やばー。そうなんだ。みんなノリでやってるのかと思ってた。届いてないよー、みたいな。焦る？いや、焦るっていうか、焦ってももう遅いけど。やば、全然な。そうなんだ。やばー。え、配信するか迷う、お風呂上がったら。しないけど。マジか。下に送る宣言。いや、送ったんだって。送ったから。ファイナルのせい。いや、送ったし、普通に。みんながさ、なんか、送られてないよーって。あ、本当は送られてるんだけど、送られてないやつかと思ってた。なんかねえ、やだ、ウケる。それも終わるわ。じゃあそれも終わります。バイバーイ、バイバーイ。それは一旦終わるわ。一旦とか言って、みんなが寝れないように、みんなを信用しな、おもろ。はいはいはい、おやすみやね。はいはいはい、欲しいんでしょみんな。じゃあね、バイバーイ、おやすみー。お風呂上がって考える。キュンキュンやめろ。キュンキュンやめろ。匂わせやめろ。じゃあね、バイ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 。ね、みんなさ、行かないでね。他のところに。他の女のところに行かないでね。普通に。え、なんか普通こういうのって余韻あるじゃん。余韻あるよね。しかも公演終わりだし。今日のかけるねよかったな。配信のかけるね可愛かったな。みたいな思ってるよね。だからすぐに行ってたら怒るから。じゃあねー、キンキンロールやめろ。匂ってるよ。バイバーイ、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 怒るからね、本当に。